電信心理学アンバーに学ぶ好かれるキャラの基本とよくある4つの性格特性。こんにちは、コバトーンです。電信において最初にプレイアブルの仲間になるキャラ、そして問答を案内してくれる存在がアンバーです。1人目のキャラにふさわしく明るく元気でなんだか幼馴染系ヒロイン感のある彼女。電信をプレイしている人ならほとんど好印象を持っているんじゃないでしょうか。実は性格特性的にもアンバーは好かれる性格をしているんです。今回はそんなアンバーから好かれる性格の基本を読み取ってみたいと思います。なのでアンバーの伝説任務及び公式漫画のネタバレを含みます。そこはご注意ください。合わせてよくあるビッグファイブの典型的性格も紹介するので参考にしてみてくださいね。早速行ってみましょう。アンバーのビッグファイブ。アンバーの性格特性を分析してみたらこのようなグラフになりました。これはビッグファイブという指標を使った性格分析で、科学の世界では一番使われている方法です。同じくよく使われているダークトライアドと一緒に当チャンネルでは利用しているので、詳しく知りたい方はこちらの動画より基本を勉強していただくとスムーズだと思います。簡単に言えば、人間の性格を5つの軸のプラスマイナスで評価する方法です。世界中で使われている性格を評価する言葉を分類していくと、この5種類になるぞってことで、世間で使われている性格評価を全て含めることができる考え方なんですね。何はともあれ、アンバーの性格評価を実際に見ていくと感覚がつかみやすいと思うので見ていきましょう。精神症傾向は低め。基本的にメンタルが強いですね。アンバーが落ち込んでいるところってそんなに想像つかないですよね。ジンさんに怒られることにビビっていたりしますが、めちゃくちゃ落ち込んだりするって感じではなく、怒られたら大変なんだよみたいなライトな雰囲気。アンバーはメンタルが安定しているタイプですね。外交性は高め。これは納得ですよね。見ず知らずの旅人に元気に話しかけたり、モンドの街中でも積極的に他人と関わっています。過去編でもどう見たって怪しいコレイにだって声をかけてますし、さらに言動が基本的に前向きです。納得の高得点。誠実性も高め。コツコツ頑張ることができます。飛行免許の試験はめんどくさいと言いつつ、15回くらいちゃんと免許を再取得しているし、風の翼を10着以上使い潰してしまうくらいには飛行に真剣に向き合っています。誠実性は低いと衝動的な行動が増えるんですが、そういった言動も見られないので基本的に高めで間違いないでしょう。調和性は最高点。まあこれは納得ですよね。アンバーといえば調和性の化身みたいな性格をしています。とにかく人懐っこくて親切。冷淡な部分なんて見当たりません。公式漫画の原神セレベンツではほとんど主役と言っていい立ち回りをしていますが、ほとんどがアンバーの高い調和性が行動の根底にあるような状態ですね。開放性はやや高め。比較的冒険しがちな性格で保守的ではありませんね。過去には騎士団的に疑わしい存在であるコレイをかくまったりしています。新しい人脈を作ることが得意な面は、外交性にプラスして開放性が少し高めであることにも起因していそうです。常に他人に好奇心や興味を持って接することができる性格なんでしょうね。好かれる性格、ロールモデル型。というわけでアンバーの性格が大体わかりましたね。ちょっとここでアンバーからイメージを話して考えてみましょう。架空の女の子でいいので、アンバーと同じ性格を想像してみるんです。明るくて常にポジティブ。他人とも積極的に関わり、そしてとっても親切です。人を思いやる温かさにあふれていて、そのためにコツコツと努力することもいといません。そして強い心を持っています。はい、どうでしょう。とってもいい子じゃないでしょうか。そうなんです。実はザ・いい子な性格ってあるんですよ。それが神経症傾向が低めで後の全てが高めというロールモデル型です。実はビッグファイブにはある程度傾向があることが分かっているんですね。例えばよくある性格みたいなものってあるじゃないですか。老人は頑固だとか、若者は衝動的だみたいな。国民性なんかもそうですよね。欧米人に比べて日本人は内向的みたいな感じです。過去の膨大な量の科学研究で使われた性格検査などのデータを使って統計を取ってみた結果、ほとんどの人が4つの性格特性のどれかに該当するぞってことを割り出してくれた研究があるんですね。4つの性格特性。性格特性は次の4つ。アベレージ、リザーブド、セルフセンタード、そしてロールモデルです。それぞれ説明しますね。アベレージは神経症傾向と外向性が高めで開放性が低めなタイプ。一番多くの人が当てはまる傾向なのでアベレージと言われています。ちなみに女性の方が当てはまりやすいらしい。リザーブドは開放性、神経症傾向、外向性が低めで協調性と誠実性が高いタイプ。自己主張はそんなにしないけど、コツコツと目標に使って頑張れる感じ。セルフセンタードは外向性が高いが協調性、誠実性、開放性が低いタイプ。40歳くらいからだんだんとこのタイプには当てはまりにくくなるらしい。ロールモデルは神経症傾向が低くて、それ以外が全部高め。頼りがいがあって新しいことに進んで挑戦していけるタイプ。キャラ付けで覚えるとめっちゃわかりやすいので原神で例えていきましょう。アベレージは女性モブが該当することが多いですね。特にフォンテーヌに多いイメージです。裁判中にそんなことがあったなんてとか叫んだりするキャラですね。
神経症傾向が高めなのでヒステリックな面があり、ちょっとした審判の流れでメンタルが浮き沈みします。しかしながら審判に出てくるくらいには外交的だけど保守的な考えが強いので、そんな考えは世間が許しませんよみたいなスタンスで考えるタイプです。まあ現実でも多そうなイメージありますよね。リザーブドは九条サラですね。保守的でルールを守ることに安心感を覚える性格で、メンタルは安定しています。他人とワイワイ関係を盛り上げることはあまりせず、淡々と自分と向き合いながら日々の業務をこなすタイプ。ゲームやアニメのキャラだとキャラが立ちにくいためあまりいない属性ですが、現実社会なら会社員として適性の高い性格ですね。セルフセンタードはいわゆる自己中です。セルフがセンターなので自己中ですね。英語でもそのままなんです。正直好かれる性格ではないためプレイアブルにはいませんね。強いて言えば砲塔団やザコハリューなどのいわゆるやられ役のモブが近いと思います。他人と関わる性質は高いくせに、それは優しさから来るものではなく、約束を守るのも苦手。新しい知識を自分から勉強しようとしたりはしないけど、衝動的に行動してしまうことがある。特徴を並べるだけですでに小物っぽい感じがすごいですよね。一言で言えば口ばっかりの目立ちたがり屋だけど実力が全くないタイプです。わかりやすい雑魚感のある性格なので、創作物においてはやられモブ属性が高い属性と言えるでしょう。同じ自己中でもドットーレみたいなカリスマ的自己中とは全く違いますよね。彼は誠実性と開放性が高いので、努力と挑戦のできる悪なのです。そのあたりが雑魚とカリスマを分けるポイントなんでしょうね。ロールモデルはアンバーやヨイミヤなどのいわゆるいい性格です。他人に親切で積極的に関わり、そして前向き。新しいことにも積極的に挑戦し、コツコツ努力を積み重ねることもでき、さらにそれを支えるメンタルも強い。まあいい人ですよね、間違いなく。キャラ造形としても人気が出やすい性格のため、ロールモデルに該当するキャラは非常に多いです。男性だといわゆる古き良きジャンプ主人公がこのタイプですね。孫悟空とかルフィとか虎杖悠仁なんかが典型例。原神だとベネットみたいな感じですかね。ちなみにあんまり喋らないから分かりにくいんですけど、旅人もロールモデル型です。女性だと正統派ヒロインはほぼこの性格です。原神だとアンバー、ヨイミヤ、ニーロ、バーバラあたりが該当しますね。もちろんそれぞれの細かい性格の違いがあるので、彼女たちの性格はちゃんと違う造形になっているんですが、大枠でくくるとロールモデル型なんです。他人に親切でポジティブで話し好き、新しいことにも興味を示し、コツコツ頑張れる努力家で、急にヒステリーを起こしたりしない。ほら、いわゆる好かれるヒロインキャラの性格でしょ。ロールモデルと脱ロールモデル。確かにロールモデル型は好かれる性格なんですが、そういう性格が好きじゃない人もいますよね。例えばいい子ちゃんすぎて好きになれないなんて感想を持つ人もいるでしょう。そういう需要が増えてきたので、最近は主人公とヒロインがロールモデルじゃない作品が増えてきているんです。生えやすい部分が調和性と外交性で、例えばちょっと陰キャな感じの主人公やヒロインが最近はいたりしますよね。エヴァとかボッチザロックとか窓マギとかがいい例です。特に女子キャラはちょっと毒っ気があった方が好きって人も多いので、イエランとか八重様みたいな調和性や外交性が低めの感じにしたり、フィッシュルみたいに神経症傾向がちょっと高めで病みやすそうな雰囲気にする方が共感できたりする場合があります。コレイみたいな内向的な子が頑張ってちょっと外交的に振る舞ってみるみたいな話の方が感動したりすることもありますよね。性格面の成長ストーリーみたいな視点で漫画やアニメを分解しても楽しめるので、興味があったらぜひご自身でも試してみてくださいね。アンバーのダークトライアド。アンバーのダークトライアドも見ておきましょう。まあ見る前から分かっていましたが、めちゃくちゃ低いですね。すっごくいい子です。まずサイコパシー、モンドの周りにいる人々をはじめ容疑者であったコレイに対してもしっかりと共感をしています。こういった点を鑑みると、サイコパス性が低く共感性が非常に高いことが分かりますね。次にマキャベリアニズム、これも全くイメージがないですね。目的のためなら手段を選ばないというよりも、目的がそもそも親切なので超低得点です。そしてナルシシズム、これも低いですね。もちろんある程度自分を愛する気持ちはあると思うんですが、過度に自分大好きではありません。むしろ自己犠牲の精神が強めなので低いのも納得です。やっぱり総じてアンバーはいい性格に設計されたキャラだとわかりますね。最初に出会うテイワットの人にふさわしい親切な女の子なんでしょうね。まとめというわけで、好かれる性格ロールモデル型と他の3つの性格を紹介しました。今回の4つのタイプを覚えておくだけでも大まかに性格分類ができるようになるので、ぜひ覚えておきましょう。ちなみに最後に余談を一つ、この前逆ロールモデル型っているのかなーなんてことを考えてみたんですよ。つまり全部のパラメーターがロールモデル型と逆になっている、すっごい嫌われやすそうな性格っていうのを考えたんですね。
調和性が低くて他人に不親切、外交性が低くてネガティブで引きこもりがち、開放性が低くて新しいことを嫌い、誠実性が低くて衝動的に行動してしまう、そして精神症傾向が高くてちょっとしたことでメンタルが崩れてヒステリーを起こす。そんなキャラいるのかよと思ったんですが、いました。鬼滅の刃の鬼舞辻無惨です。他人に不親切でネガティブで引きこもり、変化を嫌い、部下のミスでキレ散らかして衝動的に暴れる。完璧です。あれ、確か原神にも同じ声の人がいたような気がしますけど、まあいっか。とりあえず今回の知識も参考まで。